今日はコスメアーティストデラックスでキュアショコラ風メイクに挑戦してみるよ。私のメイクどんな風になるんだろう。楽しみだな。まずは髪の毛のカラーリングから。キュアショコラのお髪は赤色。この色でぬりぬりしていくよ。綺麗な赤色にお髪をカラーリング。すごい素敵に仕上がってきたね。キュアショコラはお髪の一部が茶色になってるよ。このカラーパレットの茶色の部分でお髪を塗っていこう。このあたりを茶色にしようかな。こんな感じかな。次は眉毛を塗っていくよ。眉毛も赤色でぬりぬり。綺麗な眉毛。次はお目目の瞳を塗っていくよ。瞳も赤色で塗っていこう。とっても綺麗なお目目だね。アイシャドウはキリッとした目元にするためにブラックを塗っていきます。黒のアイシャドウを目元に塗り塗り。こっちにも塗り塗り。目の下の部分にも塗り塗りしていくよ。黒色のアイシャドウを塗ったら、今度は茶色のアイシャドウを重ねていくよ。茶色のアイシャドウで少し優しい目元になったね。目元をブラシで優しくぼかしていくよ。次はほっぺにチーク。チークはこのピンク色を塗っていこう。ほっぺにトントン。ほんのり素敵だね。その次はリップ。リップはピンク色を塗っていこう。ブラシによくつけて唇にピンク色を塗っていくよ。あー、かわいい。素敵だね。次はネイル。ネイルはどうしようかな。やっぱりキュアショコラだから赤色をベースにしたネイルにしたいね。これと、かわいい。
あとはこのチップのネイルもかわいいね。うん、素敵。チェックと赤を交互のネイルにして、小指だけ白にしちゃおう。わあ、おしゃれ。かわいいネイルに仕上がったよ。ネイルをかわいくしたら、指にアクセサリーもつけちゃおう。この指輪を小指にどうかな。わあ、かわいい。指輪をつけたらイヤリングもつけちゃうよ。イヤリングはこのお星様のイヤリングにしようっと。反対側にも。かわいい。はい、これでキュアショコラ風メイク出来上がり。赤くてふわふわのお髪がとってもキュート。赤いお目々にキリッとした目元が素敵だね。リップもつけて大人っぽく。ネイルもカラフルでゴージャスだよ。おしゃれなワンポイント、イヤリングは星型で素敵。キュアショコラメイク出来上がり。うわー、すごい可愛く仕上がったね。このメイク参考にしてみるよ。みんなも私や他のプリキュア風のメイク、コスメアーティストで試してみてね。じゃあね、バイバーイ。アソブームではまだまだ面白い動画をたくさん用意してるので、動画の右上にあるこのアイマークを押してアソブームの他の動画もたくさん見てね。このアイマークを押してね。毎日楽しい動画をたくさん見たい人はこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押して、チャンネル登録をしてアソブームの楽しい動画を毎日見ちゃおう。みんなの気に入る動画がきっと見つかるよ。毎日楽しいアソブームをぜひ見てね。これからもアソブームをよろしくね。